ダウンタウンってどこが面白いんですか悪意を前提した笑いですすすねももととと笑笑いいいいいっててううのはは、ね、り替ええられた攻撃だというふうに僕は考えてますダウンタウンンタが笑いをよく変えたと言われるのはですねダウンタウン以前になかった概念として「笑いが分かる」って言葉が生まれてきたんですねテレビって終わりつつあるメ,ダメディアなのかなというふうにちょっと思っちゃったのも事実です「え分からない僕は地球人が何で笑うのかがやっと分かったよ」と「笑うっていうのは攻撃なんだよね」っていうふうに言うんですね それとですね、悪意とこだわりの演出術ですね。藤井健太郎さん、僕も名前ね、存じ上げてなかったんですけど、水曜日のダウンタウンとか、芸人キャノンボール、これ先週オンエアされたのかな。あと、クイズ正解は1年後という、年に1回だけ放送されてる番組があるんですけど、そういうのをバラエティの演出やってる人です。悪意とこだわりの演出術はですね、もう本当に今読むのが一番面白い本です。定価はですね、1300円。まあ税 千円4500円ぐらいするのかななんですけどもです、ね、今読むのに面白いっていうのはどういうことかっていうとだから「爆笑レッドカーペットを」をあの頃あんなに面白かったのに今見ても全然面白くない「俺たちひ金族」を今見て面白くない。よく言われるのがダウンタウンってどこが面白いんですかっていう人が現れてきてる。それは何でかっていうとう 昔のものを今見ても、まあ、面白いはずがないというか、ね、ちょっと無理があるんですね。それは笑いっていうのはその時代のセンスにすごい左右されるからなんですよ。この本はですね、僕は今好きな番組というのは割とこの人が手掛けてるというのを初めて気がついたんですけどもですね、あの悪意っていうのを、まあ、売りにしてるんですね。すごい作為的です、そのことに関して。あの例えば、水曜日のダウンタウンという番組ではですね、あ,のある説が出てきた。 で芸人が出てきて何とか説っていうのを言うんですね。例えば、勝俣邦広、えー、熱心なファンゼロ人説というのが出てきて、それの検証 VTR が流れたりする。この説自体も悪意があるんですけども、編集がですね、すごくこう、凝ってて、これはあの、本人が書いてるんですけども、中の流れるナレーションとかですね、あと、VTR の編集も全部自分がやってるそうなんですね。自分がやられる気がすまい。なんでかというと、笑いっていうのは全部一人の力で、センスでコントロールしないと生まれないから、 ここを人任せにはできないというふうに言ってるんです。水曜日のダウンタウンではこの VTR が流れる時にワイプっていうの分かりますかワイプってあの端っこの方が四角く切り取られて出演者の顔が映っててなんか喋ってたりしたら口とかが動いてる例のワイプですよね。で、水曜日のダウンタウンではまあこれが一人か二人ぐらい常に映ってるんですけども音量設定がですね ギリギリ聞こえるぐらいにしてるというふうに書いてるんですね。つまり、VTR に対して何言うてんねんとかですね。いや、これ違うやろとか、これ悪意あるわっていうようなやつを、本来だったら必要でないかもわかんないけども、視聴者が聞こえるか聞こえないぐらいのギリギリの音量で流していて、常に番組の中にその突っ込みが入っている状態にしてるんですね。で、ここら辺もすごい作為的なんですけども、悪意の方から先に話そうかな、あの、 笑いっていうのはちょっとこうお笑い論の方になっちゃうんですけど、お,らお笑い論に関してはあの僕は素人なので、あまりですね、深いことは言えないんですけどもですね、もともと笑いっていうのはですね、あの、すり替えられた攻撃だというふうに僕は考えています。つまり、何かを攻撃するときに直に殴ったりする攻撃ではなくて、それをすり替えた形、より社会的な形にしたのが笑いだと思うんですね。 原始時代、言葉がない時代の人間、そんなのが果たしていたのかどうかわかりませんよ。言葉を持ったから人間になったかもわかんないですけど、とりあえず猿の状態の直接暴力から言葉を得た瞬間に人間っていうのは笑いを持ったんではないのかなと。チンパンジーとかですね、日本ルの一部では笑いっていうのがあるっていうのが確認されてますから、多分その言語を持つということと笑い、攻撃っていうのは関連してるんだと思います。で、ダウンタウンがですね、笑いをよく変えたと言われるのはですね、この すり替えられた攻撃の対象が変わっちゃったんですよね。ダウンタウン以前の笑いっていうのは演者が愚かで、つまり舞台の上の漫才師がちょっと馬鹿で、で観客が賢いという立場を 基本的には崩さなかったんですね。ダウンタウン以前の漫才の典型例が、俺歌手になろうと思ってんねんけど、何言うてんねお前なんかなれるか、ちょっと俺の歌聞いてくれよ。じゃあ歌とてみいっていうのが大きい流れなんです。よ。つまりえ、バカみたいなことを舞台の上の人が言って、それを観客があんなんで歌手になれるわけがないだろうって言って突っ込むのが、まあ基本の攻撃の形なんですね。あくまで笑いっていうのは攻撃のすり替えですから、攻撃であることは変わらないんですけども、 舞台の上にいる人間を観客が笑うという構造だったんですよ。ダウンタウンがですね、あの出てきてからですね、これ、この攻撃がですね、観客同士になったんですね。あんまりこれ、あの、お笑いの評論家の人も指摘してないと思うんですけども、つまり、この笑いをわかるかどうかになってくる。そうすると、舞台を見てる観客の中で、笑う速度に差ができてきて、先に笑ったものがわかった。 で、後からわかったものが遅れてわかったという順位が発生してわからないものがいると。なので、そのダウンタウン以前になかった概念として、笑いがわかるって言葉が生まれてきたんですね。ダウンタウン以前は笑いはわかるわからないものではなくて、受けるとか売れるとか伝わるものだったんですね。 ところがダウンタウンが出てきてから急に笑いというのが分かるという言葉になってきてしまって、ここから芸人の優位性、強いては時々僕が言う、なんでその芸人さんというのはあんなに一般人に対して優越感を持ってるんだろうねって、この優越感のもと、それはライトスタッフ、前回話したやつとも関係してるんですとも言えるんですけども、観客同士の競争、つまり観客同士が攻撃し合う形っていうふうに、 ダウンタウン以降、笑いというのはすり替わっていきました。この藤井さんという人はですね、ダウンタウン世代、ダウンタウンチルドレンなんですね。なので、人より先にわかる笑いっていうものに自分のセンスの中心を置いています。水曜日のダウンタウンでですね、たまちゃんを見守る回、まだ見守ってる説っていうのが出てくるんですね。でそこである検証キーワードっていうのがあって、ネットでたまちゃんを見守る回を検索したところっていうふうに言うシーンがちゃんと VTR であるんですよ。そしたらそこの検索画面が出てくるんですね。なら、検索画面って、 検索ワードを入れるとですね、第二検索語が勝手に出てくるじゃないですか。で、この、たまちゃんを見守る会の第二検索語ってですね、宗教なんですって。で、それをわざわざ写したというふうにこの本の中ではっきり書いてるんですね。つまり、これはやらせではないです。だって、たまちゃんを見守る会ってやったら、第二検索語に宗教で出てくるのは事実なんですよ。だからそれは宗教っぽいって言いたいのかもわかんないですけど、だからそれをはっきりと写したという、これがこの、 藤井さんが考える悪意であり、その作為に気がつくかどうかの悪意なんですね。作為に気がついた者は、これひどいわって言って笑える。ですね。作為に気がつかない者は、あ、玉ちゃんを見守る会を検索したんだと言ってついつい見逃してしまう。この差、この笑いがわかるかどうかっていうふうなところに、その見てる人のセンスを問いかけるんですね。つまり、作ってる側が優位に立ってるんですね。漫才師側が優位に立ってるのは笑いなんですよ。で、 家を新築するとき、自宅を新築するとき、和式便所をわざわざ作る人、ゼロ人説っていうのがですね、出てくるんですけども。このゼロ人説っていうのも、まあ、言われてみたらそうかもわかんないんですけど、わざわざっていう言い方がちょっと悪やるんですね。で、これをやるときにですね、我々は調べてみたというふうにです、ね、またパソコンの前でスタッフが検索している画面を写すんですけどもですね、この検索している画面を写すときに必ずこの、 パソコンの周りにですね、ポスターが貼ってあったんですね。そのポスターがですね、ソフトクリームの <laughs>、ソフトばっかりでですね、トイレの話題の時はソフトクリームの絵を写す。それもわざわざ和式便所だからですね、なんか抹茶ソフトクリームとかそういう和のソフトクリームばっかり並べるんです。こういうのを、並べ方とかを並べるんです。これも、やっぱりその、悪意のある笑いですね。FBI 捜査官。 えー、ドッキリに絶対引っかからない説っていうのがあってですね。うん、FBI の超能力捜査官をわざわざアメリカから呼び寄せて、いろんなドッキリさせてですね。で、最後は丸抜クイズを出して、正解したらクッションなんだけど、失敗したら泥っていうのをわざわざ用意したんですね。で、さあ、どっちが正解ですかと。うん、FBI 超能力捜査官だったらわかるでしょうというふうにスタッフに言わせたら、言わせたんです。そしたら、 FBI 捜査官はですね、ちゃんと、なんだろう、クッションの方を選んじゃったんですよ。で、スタッフはすごい悔しくなって、丸とバツと両方に泥を用意したんですね。<laughs> で、<laughs> FBI 超能力捜査官にですね。 <laughs> さあ、どっちですかって言ったら f 捜査官、超能力捜査官ですね。超能力使ってんのかなかわかんないですけど、すごいじーっと見ててですね。で、まあその途中でもですね、やけに通訳と称する人との打ち合わせが長いとかですね、<laughs> いろんなですね、悪意のある VTR を入れといて、で、最後にですね、なんか、どっちもドロンの丸抜クイズ出しといて、どっちも、 泥なんじゃないっていうふうに FBI 超能力捜査官が見抜いてしまうんですね。これはもうね、わざわざその通訳の人を別室に閉じ込めてまで検証したので、かなり正確な検証なんですけど。で、さすが FBI 捜査官、我々スタッフのトリックに引っかからなかったっていう VTR を流してですね。 で、ロケバスみたいなところ FBI 捜査官が息をよと引き上げたらロケバスの手前にでっかい落とし穴が入いてて、ね、<laughs> FBI 超努力捜査官ドカーンと落ちて泥まみれになっておかげで最高にいい映画撮れたっていうのがですね、落ちなんですよ。この本の中でもですね、あの FBI 捜査官、これ本当にやらせとか入ってなくてこうで、で結局 FBI 捜査官は泥に突っ込んでくれなくて最後の最後で落とし穴に落ちてくれたと。これが途中で我々のトリックに引っかか,かって 泥だらけになってもいい絵が撮れただろうけどもう偶然最後だったから一番いい絵が撮れて嬉しかったというふうに書いてるんですねつまりあくまでなんだかやらせとか演出はないんだけど悪意だけはたっぷりあるっていう考え方なんですこの悪意ですねその作ってる VTR とかの悪意に気がついて笑えるかどうかっていうのがですねこの人の笑いっていうんですかねその今のお笑いの最新の笑いなんでしょうねを解釈する上ですごい大事なことになっていると思います さっき今読むべき本とか今読んだら一番面白い本っていうのは今のネットとかでですね受けることっていうふうなものがですねこの中にはそのコンセプトが入ってると思うんですねつまりどういうふうに人に見られて何が面白いのかっていうのを自分の方から発信する側が一番偉いんだという考え方が出ててですね好きかどうかで言われるとうーんあのんとねこっちの本の方が好きなんですよあの藤田さんの本の方が つまりこの悪意とこだわりの演出術の方は、俺は笑いが分かってる。そして俺の笑いは今日本でイコール世界で最先端だっていうような自信に溢れてるんですけども、と同時に、所詮今しか通用しない、消費されていくものなので、テレビマン独特、特有の、なんだろうな。 自慢できるうちに全部自慢しとくかみたいなですね、いっぱいいっぱい感があってですね、正直ちょいと見苦しいところがあってですね、<laughs> まあそういうのが嫌な人はブックオフで十分だと思うんですけども、まあ俺はあの、なんだろうな、こういうものを人より早く見つけて喋るのが仕事なんでちゃんと定価で買いました。あの、 読んでる間は本当にすごく面白いです、ね。で、この人が今度はあの新しくですね、クイズタレントメーカーっていう番組をやってたんですけど、クイズスターメーカーになって、10月からまた放送が始まるそうなんで、もう僕は今から録画しようと待ち構えてます。一番好きな番組なんですけども、作ってる人のなんか内幕とかどうやって作ってるのかっていうのを聞いたら、ああなんかテレビの人って本当にいっぱいいっぱいなんだな。テレビって終わりつつあるメ,ダメディアなのかなというふうにちょっと思っちゃったのも事実です。 えー、なんで今日笑いの話を始めたのかというと、まあ、今日のアップグレード動画の,、ね、あのきっかけが最近読んだ本として紹介した「あ水曜日のダウンタウン」という番組あるじゃないですか。であれの演出を担当している藤井健太郎さんが書いたですね「悪意とこだわりの演出術」演出術という本ですね。テレビ番組特にお笑い番組における笑いの作り方を割とね正直にというか赤裸々にまあまあまあ本当にはっきり書いてる本なんですけど。 その本の内容を紹介する中でですね。まあ、僕がもともと持論で持ってたというかね。あの、まあ、これ、あのロバート・エハイライン、ロバート・アンソニー・ハイラインというですね。アメリカの sf 作家の人が言い出したことなんですけども、笑いの攻撃は本質であるという主張ですね。異性の人というですね。まあ、かなり長い小説の中でですね。中盤ぐらいかな。前、あのぐらいですね。主人公に言わせているセリフなんですけど、これをですね、笑いの本質って。 実は攻撃なんだっていうのを僕はあの高校ぐらいの時に読んですごいショック受けてですねなんでそれを見て「あなたは笑うの?」って言ったらマイクはす,すごい不気味なでも止まらない「あっははは」って同じような笑い方をしながらえ「えわからない僕は地球人がなんで笑うのかがやっと分かったよ」と「笑うっていうのは攻撃なんだよね」っていうふうに言うんですねではお待ちかねですね「感動の法則」のアップグレード情報です えー、僕ね、あの、本質論が好きなんですけども、多分その、一番最初にそういう本質論面白いなと思ったのは、あの、ロバート・エハインラインというですね、アメリカの SF 作家が書いた、異性の客っていうですね、長編 SF 小説があるんですね。火星で生まれたですね、あの、バレンタイン・スミスっていうですね、まあ、あの、マイケル・バレンタイン・スミスっていう子供がいてですね、その子供が人間にはほとんど出会わないまま、 火星のですね、その長老たちにですね、まあ、全然正体が分からない生物なんですけど、それに育てられて、大人になってから地球に帰ってくるって話なんですね。で、彼は、一切地球人と接触を持たずに、地球の言葉も何と知らないまま火星人として育てられたので、火星人の考え方が身についてしまっていると。なので、特にそのマイケル、マイクはですね、笑いというのが理解できないんですね。なんで人間が笑うのかと。 マイクはものすごく頭がいいから、地球の文化を次々と吸収して、あらゆることが人間よりよくわかる。普通の地球人よりずっとわかるようになったんですけど、笑いというのが最後の最後までわかんなかったんですよ。で、しかしですね、ある日マイクはですね、彼の、まあ、あの、ガールフレンドに連れられてですね、あの、冬の動物園行きます。その動物園ではですね、猿の檻があるんですね。でその猿の檻で、 小さい猿が餌を見つけたんですね。そうすると大きな猿にですね、その餌を奪われて、餌を返せって聞いて泣いたらですね、その大きい猿にボーンってどつかれて吹っ飛ばされるんですね。小さい猿は餌を奪われて殴られて、ものすごい悔しそうにキー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 に泣いたと思うと、その隣にいる一番小さい猿をいきなりゴーンって殴るんです。悔しさのあまり、餌を大きい猿に取られたからといって自分よりもっと小さい、一番小さい猿をゴーンって殴るんですね。そうすると小さい猿は、 怒るんですけど、仕返しができない。やっぱり、自分より大きい猿に殴られたから。なので、その一番小さい猿は、キーキーキーって怒ったと思うとですね、地面をですね、もういきなり殴り出すんですねで。それを見てですね、マイクはですね、生まれて初めてものすごい笑い方をするんですよ。その笑い方があまりに人間地見てない。一緒にいたガールフレンドびっくりするんですね。あれを見て悲しい気分になるのはわかるし、 嫌な気分になるんだったらわかる。だって、猿の中でもあんなことがあるなんて嫌じゃない。強いものが弱いものをいじめて、そしてその弱いものがもっと弱いものをいじめてるって。なんでそれを見てあなたは笑うのって言ったら、マイクはす,、ね、すごい不気味な、でも止まらない、あっはははって同じような言われ方をしながら、え、わからない僕は地球人がなんで笑うのかがやっと分かったよと。笑うっていうのは攻撃なんだよねっていうふうに言うんですね。 で、彼女は違うわよ、笑うっていうのはもっと優しいものよっていうふうに言うんですけど、へえ、君たちはそういうふうに思い込んでるのかいそうじゃないよ、自分の心の中をよく見てごらん。笑うっていうのは何かに対する攻撃か、その攻撃の裏返しでしかないからっていうふうに言うんですよ。で そのショーはそこでスポッて終わってるんですけども、で、それ以降ですね、その火星から来たですね、マイクはですね、正しい場所で笑えるようになったんですね。地球人の政治家からなんかジョーク言われると、あははって言って、楽しく笑って、自分からもジョーク言うし、微笑むし、ついに彼は人間そっくりになったんですね。その動物園の事件以来。で、僕それ多分二十歳ぐらいの頃に読んでから、40年ぐらいずっと考えていて、ありとあらゆる笑う場所でですね、 いつも考えてるわけではないんですけど、一年に何回か思い出して、この笑いっていうのは、攻撃性の裏返しとか攻撃だろうかというのをずっと検証し続けたんですよ。で、40年間を検証した僕の結論としては、ハインラインのこの仮説に間違いはないと思います。笑いというのは攻撃性であってですね、その攻撃性が許される感じがするからみんな笑う。そのスレスレ感に笑うんですね。本来だったら攻撃性があってみんなが、えって、 ビクってなるところなんかなーの感じに許されるこの緊張の緩和でみんな笑うっていうのが、だから笑いっていうのはある人にとってはいじめになっちゃうし、で、誰かをいじめるときは必ずいじめてる奴らが笑うっていうのはそういうことなんですね。 これが僕が初めて発見したその本質論の一つです。で、同じような本質論ないのかなと思ってずっと探しててですね。で、僕がこの何十年間でですね、思いついたのは二つだけあるんですよ。一つがですね、起こるというのは何だろうかと。人間は何で起こるのかっていうと、それは無力感への抵抗であると。あの、人間は怒るっていうのは、どうしようもないことが分かった時に起こるんですね。 もう自分ではどうにもならない。自分ではこうどうにもならない時にだけ人間というのは起こる。そのどうしようもないという絶望感が受け入れられないからそれを誤魔化すために人間というのは起こるのであって、そうでない場合は淡々と解決に向かってこう歩みを進めるんですよ。 だからあの、怒る人は何もできない。怒ってる人は何もできなくて、どうしようもないというのを分かってるからごまかすために怒ってるだけであるっていう。まあ、ハインラインほど美しい説明ではないんですけど、僕はその怒りというのは無力感への抵抗から来てる。抵抗っていうのは自分が無力だと感じるのが嫌だから怒る。ですね。これが僕は,は、 まあ、あの、見つけた法則の一つです。で、考えてから30年以上、やっぱり、あの、検証してるんですよ。自分も腹立つ時,時とか。やるんですけど、今んところ、一回もですね、あの、例外がないですから、多分これもいけると思います。もう一つ。これが、あの、感動の法則なんですよ。感動の本質というのは、罪悪感であり、罪悪感のを解消するために人間は感動する。まあ、今回話してることですね。だから、ラブストーリーとかを見てですね、人間が感動するのは、そんな風に純粋に、 生きてない自分。そんな風な、純粋に恋をしていない自分を許すために感動する。ふうに僕考えてるんですよ。ちょっとね、今までのやつ、二つに比べて、これまでの二つに比べて、やや複雑なんですけども、だから人間っていうのはラブストーリーを見て感動すると、もっとラブストーリーを見たがるんですね。 また別のもので感動したら、やっぱり同じようなものを見たがるのは何でかというと、それに関して罪悪感っていうのを感じてるから、それが解消されるので、自分を許して泣く。ですね。だから、そういう許しを求めてるから、同じようなストーリーを求めてしまう。これもね、30年以上観察したんですけども、今、やっぱり今のところ例外ないんですよ。次にね、何かに皆さんも感動した時にですね、ちょっと自分の心の中を観察してみてください。感動は必ず心のどこかに、 ごめんなさいという気持ちが隠れてるんですよね。で例えばトップを狙いで感動するっていうのも、見てる側が、その、のりこたちの側と地球の側と両方に立つからなんですよね。例えば、待ってる地球の側に立つと、 なんかそのお帰りなさいという文字が出てきた時に、そこまで自分は待てるだろうか、誰かを待てるだろうか、約束を守れるだろうか、いや待てない、そこまで誰かに尽くせないっていう、やっぱり罪悪感というか後ろめたさがあって、同時にその主人公たちをノリコ側にしてみたら、その待ってると思ってなかった、期待してなかったという罪悪感があったり、そこまでその地球を守るために戦うというぐらいまで自分は頑張っていないっていう、 これはもう視聴者の見た目のですね、あの気持ちの罪悪感、自分を責める罪悪感。こういうふうなものが不思議なもので人間っていうのは頑張ってるものに対して怒っちゃうんですね。だからスポーツを見て僕らが感動するというのは、スポーツで頑張ってる人を見たら、自分はそこまでやれてない、自分はそこまで純粋に生きてないという罪悪感。この罪悪感だけでは辛いんですよ。この罪悪感に直面したくないため。 いわゆる無力感に直面したくないため怒るのと同じように罪悪感に直面したくないため人間は涙を流すとか感動するというですね、実にうまいすり抜き方を覚えた。だから人間というのは感動すると。感動というのは起からないです。何も考えられなくなりますからね。だからこそあの自分を観察するいいチャンスだと思います。 えー、しかしその後のハインラインはですねこの2年後61年にですね「異性の客」っていうですねすごい昔からもう何回も読んでるやつなんでもうボロボロになってますけども小説を書いてですねさらに騒動を起こしましまたこの「異性の客」ではですね「右翼だ」とかですね「あの軍国主義だ」と言われたハインラインがもうそんなこと言われてる最中から次の作品ずーっとめちゃくちゃ分厚いの書いたんですけどもこん中でですね語ってるのはですね「フリーセックス」あと「人肉食」。 その人を尊敬しているんだったら、その人が死んだらさっさと食えっていう考え方ですね。えー、既存の宗教の徹底否定と同時にですね、オカルト世界の皇帝というのを書いたですね。まあ、なんかとてつもない作品です。宇宙の戦士が過激な思想っていう意味であれば、所詮子供向け、えー、ラノベの過激な思想なんですね。でそれに対して、この異星の客で書いたのは、ですね、火星人育てられた地球人っていうのをですね、主役にして。 なんで我々の社会はこうなっているのか、それに対して疑問がある人間っていうのは、どんな生き方ができるのかっていうですね、すごい多様な生き方っていうのを示してくれました。その中の一つで、やっぱ僕が一番ショックを受けたのがですね、人間は死んだら食べてしまうことが正しいっていうふうに書いていてですね、で、主人公のはですね、私が死んだら食べてくれますかって周りの人間にいっぱい聞くわけですね。で、周りの人間はすごいそれに対して拒否感というか当たり前ですけど思って、<laughs> 食べれないって言ったら、俺は食べてもらうほどの価値もないのかとすごい落ち込んで、最 最終的にです、ね、この「異勢の客」ではです、ね、これあの実はイエス・キリストのです、ね、人生の逆張りみたいな描写をしてるんですけども最終的にです、ね、この火星人に育てられたバレンタイン・スミスという主人公はです、ね、人々からです、ね、怪物とかお化けとかです、ね、モンスターという風に罵られてです、ね、石を投げられて死ぬっていう。 まあ本当に聖書の中にありそうな話です。石を投げて死ぬんですけども、彼が死んだ後ですね、彼の仲間たち、つまりこの小説の登場人物たちは、バレンタイン・スミスの体をバラバラにして食べる描写までちゃんとあるんですね。まあ本当にあの、軍国主義、右翼主義というですね、いわゆるその価値観と真逆の小説を書いたんですね。 と同時にオカルト世界、既存の宗教否定と同時にオカルトの考えを大肯定というですね。まあ、すごい不思議なこともやっています。あの水曜日のダウンタウンがね、やっぱすごいのは。 動画の中でも説明してるんですけど、あの、悪意を前提にした笑いですね。つまり、えー、わかる人にしかわからない笑い以外にもですね、ちゃんと普通にベタな笑いを用意してるところだと思うんですよね。まあ、あの、その一番分かりやすいのがですね、そこまでやるかというですね、徹底した作り込みだと僕は思ってるんですけども、例えば、 まあ少し前に放送された、まあ、めちゃくちゃ僕が笑っちゃった回なんですけども、プロポーズした相手、まあ、ある芸人さんですね、あの、マミーのクズ芸人の方がですねあ、一般女性にプロポーズしたんですよ。でとその女性の両親に会ったことがないとで。両親に会ったことがないのでですね、もう親御さんに挨拶に行くと。で、まあ、そこで娘さんをくださいとちゃんと言うわけなんですけど、えー、そこに行くと。ただ、その実家にも行ったことないし、それまでご両親にも会ったことがないので、そこでその水曜日のスタッフのですね、 まあ、藤井さんたちスタッフが考えたのがですね、架空の家を一軒用意してですねで、その周りにですね、なんかやばいチラシとかですね、なんか入るなとかね、殺すとかですね、なんか変な宗教的なマークとかがいっぱい書いているような家を一軒用意してで、家の中にも様々なルールが書いた紙が,紙が貼ってあってですね、そういうところに案内するとどんな態度になるのかと、一度は結婚した相手に対してちょっと心を翻して結婚やめようと考えるのかとかですね、 さんにどんな話し方するのかとかですね。なんかそういうのを実験するわけですね。なんかそのもう引き返せないんだけど、どうするのかっていうですね。まあ、要するにドッキリなんですけども。家を 一頭まるまる刈り切って舞台を作って準備するというところからですね、あの、プロポーズする相手の女の人から事務所のマネージャーとかですね、とにかくありとあらゆるそのマミーの酒井以外の人をですね、全員仕掛け人としてですね、抱え込むというですね、嘘を信じさせるその、まあ、仕掛けがとにかく手が込んでてすごいので、これね、あのその悪意の笑いが伝わらない人でもですね、こんなものを見せられてやっぱつい笑っちゃうわけですね。他にもあの、まああの、 同じ放送の日でやってたですね、ロケ中にですね、ミスをしたスタッフが次々と坊主狩りになっていくっていうのも、これもね、あの、まあまあ、坊主になっていったら出演してる芸人テンションの作り方難しいっていう説だったんですけども、これもですね、タイトルの通り、偽番組中にですね、ミスをして、 でも、ちょっとしたミスですよ。怒られたスタッフがですね、あの、次々どっか行ったかと思えば、裏でですね、自分でバリカンで、本当に髪の毛を切って丸ポーズになって、だから自分でバ,ルコンバリカンできるから、もうめちゃくちゃな借り方になってるんですで。それで現場に帰ってきて、すいませんでしたよ。よし、じゃあ続きやれって言って働かされるんですけども、スタッフの仕掛け人が次々にミスして次第に坊主になっていくんですけどですね、撮影現場にどんどん坊主が増えていくっていう、もうこの絵だけで変なんですね。で、 これ設定があまりにも突飛すぎて、ドッキリとして実は破綻してるんですよ。やっぱりあの、ターゲットとなる芸人さんもですね、これはいくらなんでもドッキリだろうって思い出すんですけども、で、普通ドッキリだとしたら、 あの、ドッキリだと気づかないふりをするっていうのが普通のドッキリ番組だと思うんですけども、ドッキリだと気づいても、まさかこいつまでという人が次々と、まあだから多分クライマックスは女性スタッフが坊主にしたことと、ヘアメイクの人が <laughs> なんかこう、あのー、なんだろうな、丸坊主にした時に、そのターゲットの芸人さんが、いや、 ドッキリだろうなと思ってもこれをドッキリでやるかっていう想定をはるかに超えてるんでですねその「あいや雑なドッキリじゃな」ではなくてですね 本当にこれドッキリなのかどうかもうわかんなくなってくるという感情のこう揺れが見えるんですね。この丸刈りドッキリ最後にはですね、まあコンプライアンス対策なんですけども、実はここで坊主になった人は全員もともと坊主狩りにしようかなと思ってた人たちですっていう説明があるんですよ。もう女性スタッフの人も含めて、ほとんどが吉本所属の芸人でですね、全員坊主になっても問題ない次のライブでちょっと坊主になってこういうのをやろうと思った人たちだと言うんですけども、た ただ、その それは自分の意志だと言ってもですね、水曜日のダウンタウンに出れるんだったら坊主になっても構わないっていう、ある種のパワハラとは言わないんですけども、まあ、忖度というっ言ってもいいかどうかわかんないですけど、その辺ギリギリの追求だと思うんですね。だから、そういうパワハラというかですね、吉本の若手作手というかですね、だってそんなもんダウンタウンとかさんまがするはずないですから、芸人だったら当たり前って話じゃないんですよ。絶対に水曜日のダウンタウンに出してもらえるならっていうことで、 泣く泣く坊主にした人も僕は必ずいるだろうと思ってるんですけどそこら辺もそれ以上の追求できないでしょだってもう本人の内面の問題だもんねっていう形で悪意まあだからそれをだからもうあの辺になってくると笑笑っってててるるでではなくて笑わされてる感がすごかったです、ね、まあだからこういうですねホワイト社会の中の笑いっていうのは いや、あの、ちゃんとみんなね、自分でカ坊主になりたいと言った人なんですっていう、建前をホワイトに強烈に守りながら、でもそれが本当じゃないっていうのはみんなもわかってるよねっていう腹黒さですね。腹の中のブラックさをじわじわ見せるっていうですね。なんかそういう僕らの中の心にある、わずかにあるお笑い番組を見ている清い心っていうのを踏みにじるような番組だと思いまし